ライフニュースマイクラ支局の女性記者、蓬莱ライフが支局長のホラ話を完全粉砕。というわけで、本日は、雲の巣の上に立つ方法です。さて、当然のことながら、雲の巣の上に立とうとしても、体は沈んでしまいます。ですが、説明不要の極めて簡単なこの装置、これを使えば、雲の巣の上に立つことができるのです。ほら話でも何でもなくこの通り、体の一部が水に浸かっていれば、雲の巣の上で静止状態になれるのでした。この状態でジャンプキーを押せば、水上に戻ることができますし、移動キーやスニークキーを押すと、雲の巣の中に沈むことも可能。ぜひ皆様の世界でお試しください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。